この動画では災害用公衆電話についてこのような流れでご紹介いたします。災害用公衆電話とは、地震や洪水などの大規模な災害が発生したときに、ご自宅の固定電話やスマートフォンで通話ができなくなってしまったときに、被災者が避難所で使用できる電話のことです。なお、この電話は災害が発生していない通常時では使用することができません。災害用公衆電話を使用するには、受話器と専用の特別な電話機コードが必要です。受話器は備蓄倉庫に保管されています。電話機コードは主に事務室などに設置してあります。電話機コードの場所を確認しましょう。電話機コードは分電盤の中に設置されていることが多いです。箱から受話器を取り出しましょう。受話器や本体をジャックにカチッというまでしっかり差し込みましょう。差し込む場所がわからなくなったときは、説明書もご確認ください。受話器と電話機コードをモジュールでつなげたら設置完了です。災害用公衆電話は一般の電話機と同じようにご利用いただけます。印のついた電話機コードは国際通話が可能です。災害用伝言ダイヤルとは、災害時に電話がつながりにくくなったときに使える伝言サービスです。171を押した後にガイダンスに従って操作することで使用できます。毎月1日、15日に体験ができるので、一度体験してみましょう。詳しくは NTT 東日本の公式 YouTube などをご確認ください。ありがとうございました。